はい、どうも皆さん、初めての方は初めまして、四季島と申します。というわけで今回やってるのはエンディセットで、今回はモスカーキャンペーンでドイツ側を使いつつ、またしても唐突に始まりましたね。半年ぶりくらいのタスク系イベントであるビクトリーインヨーロッパデイが始まりました。はい、もう半年ぶりぐらいですよ。前回のイベントが去年の11月でしたね。ファイアリーノーベンバーの11月だったので、本当にそれから半年ぶりくらいですねの、タスク系イベントとしてビクトリーインヨーロッパが始まりました。とは言ってもですね、まあちっちゃいかなイベント規模としては結構ちっちゃい部類のイベントですね。最高報酬が金チケット1枚で、あとは PPS サブマシンガンのオリジナルカラーとか、あとはサーベルとか、あとは銀チケットですね。まあそれでいてタスクの数もそんなに多くはないということで、まあ比較的小さなイベントと数えてもいいかなとは思っています、ただね、今回のイベントタスクって結構そうですね、前回のファイアリーノーベンバーと比べてちょっと難しめなんですよ。なんかヘッドショットを何回決めろとか、ね、あとピストルで何キルしろとか、結構そういうところで結構難しめというか、ね、周回が必要ななんかタスクが多いかなっていう印象でしょうか、ね、まあなのでちょっと大変かもしれません。で、まあ、大変な割にはまあ金チケット、最高報酬が金チケット1枚ですからね。まあそういう意味では結構イベントとしてはかなり小さい方だと思います。そうですね、去年の11月のファイアリーノーベンバーの報酬がね、チャールトン自動小銃だったじゃないですか、ね、チンジャーキャンペーンでイギリス側の軽機関銃分隊ですね。まあそれで、あと何でしたっけ、あと何だったっけ報酬、4号駆逐戦車か、ベルリンキャンペーンの4号駆逐戦車と、あと何でしたっけね、サーベルか、サーベルでしたっけ。まあまあまあそんな感じですよね、まあそういうオリジナルデザインとかね、オリジナルの武器が報酬だったんですけどね、今回は金チケット1枚というちょっと寂しいところがありますね。もうちょっとね、私としてはね、なんかこうイベントにかこつけてね、なんかいろんなもう際物兵器とかね追加してほしいなって思ってるんですよ。プレミアアカウントじゃない、プレミアでね課金要素で買ってはくれないだろうなっていうようなやつをね、なんかあんまり売れないだろうなっていうようなやつをね、なんかこういうイベント報酬にかこつけて実装してほしいなーなんて思ってはいるんですよね。例えば去年のオペレーションサマーのね報酬の一つだったフォッケルフィ189とかね、ああいうなんていうかこうなんか力がないというかね、あんまり強くはないけれども、まあ持ってたら面白いよねみたいな、そういう兵器がね、こういうイベント報酬としてなんか出てきたらいいかななんて思ってはいるんですよ。オペレーションサマーの報酬って何でしたっけね。あ、PPK か、 PPK 分隊とフォッケルフ189と、あと何でしたっけ、あ、ライノ、あ、ライノでしたね、ノルマンディキャンペーンのアメリカの選手はライノでしたね。そうそうそう、189みたいなね、なんていうかこうなんとも言えないようなね兵器がイベント報酬として追加されたら楽しいかなとは思ってはいるんですけどね。例えばそうですね、ベルリンキャンペーンでナッターとかねいやーでもな、ナッターってこのゲームだと強そうだな。空中リロードできますか。4号パンターとかかな、じゃあ4号パンターね、ベルリンキャンペーンでね4号パンターとか使ってみたいですよね。あとはそうですね、例えばスターリングラードキャンペーンだったら、カチューシャとか、いやでもカチューシャな、強そうではありますよね。このゲームでカチューシャちょっと強いか。ウォーサンダーだとね、イベント報酬であったんですけどね、カチューシャって。とりあえずポイッ、
いいですね、撮れてますか。よしよし。あー、上バージョンか。この上バージョンってね、なにだ。このね、キャプチャーゾーンが上バージョンって結構めんどく、なんでこんなとこにいんの。うわ、めんどくさい。ね、キャプチャーゾーンがね、上バージョンって相当めんどくさいんですよね、ここね。じゃあ外から一気に駆け上がってしまいますか。あ、そうそう、煙幕ね、そう。またしてもめっちゃいる。よし、またしてもですね、メイキングエンリセットベタープライスの、アップデートが入ったんですよ。危ない。で、それでなんかね、あのスモークグレネードが若干強くなったっていうか、使いやすくなったっていうかね、まあそういうアップデートが入ったわけですけれども、と。まあね、フォーラムの方でもね、結構いろんな新兵器ね、なんか実装してくれみたいな提案する人ってたまにいますからね。まあそういう人たちのね、声を運営側が聞いてくれてね、そういうイベント報酬として実装してくれたらありがたいんですけどね。とと危ない。ねえ。以前見たね、書き込み、提案ですと、あれですよ、何でしたっけ、リベレーターか。ノルマンディキャンペーンでね、リベレーター持った、分隊くれみたいな人もいました。ね、フランスのレジスタンス扱いで、ね。リベレーター分隊か、相当厳しいですね。厳しいんだけどな、なんかそういうの好きなんですよね。なんかこう、コレクター心が。すぐられるというか、なんというか。あぶ、ちょっとこれ前のめりで守りますか。ちょっと前のめりに行きましょう。全く見えない、ダメ。ちょっとあの戦車やんないとダメですね。とあ、あれ動けない。いや、こういうバグあんの。いや、めんどくさいな。ちょっと動けないですね。しょうがない。何？うわ、リスポーンもできないの。マジ？あそこに残り一人、分隊一人いますけれども。こういうバグもあんの。うわ、めんどくさいバグですね。うわ、こういうバグもあんのか。めっちゃめんどくさいな。え、これ、どうしたらいい？これ。リスポーンできないな。うわ、めんどくさいな。おっと、ようやく動けるようになった。ああいうバグもあるんですね。まあ、しょうがない。気を取り直して。こんなところに、こんな、ちょっと。あ、もういや、めんどくさい。あれはちょっと後で壊させてもろって。ちょっとな、この状況で取れてないって痛いですね。ちょっとまずい。この状況で取れてないっていうのはまずいですね。はい、とりあえず突っ込んでしまいましょう。さすがにな、ここまで削られて取れてないというのはちょっとあまりよろしくない。大丈夫？おっと、誰かがね、スモーク投げてますね。こんな感じでね、スモークの煙が出る速度が速くなったんですよ。まあただね、このゲームのスモークって結構扱い難しいんですよ。変に使っちゃうとね、味方の車線切っちゃったりするんで、バトルフィールド5みたいにね、結構気軽に使えるようなものではなかったりするんで、なのでまあ煙の出が早くなったっていうのはまあいいことではあるとは思うんですけどね。もうちょっとね、なんかこう風に乗って流れるみたいな、そういう仕様が欲しいところでしょうか。と、銃声遠いんだよな。ということは、結構がっつり守られてる可能性がありますから。逃がしたな。あ、側面からサブマシンガンの音がするな。ダメだ、これはちょっとダメ。ちょっとこれは無理やりでも入ってしまいましょう。これはもう入るしかないですね、強引に。あ、いいですね、
取れてんのか。よしよし。ということは周りを駆逐して回りますか。なにくそ、グレポンか。グレポンか。グレポンやっぱり強いですね。はい、よし。まずは伏兵を解除しつつのと。とっ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 と。はい、危ない。よしよし。さて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 。入ってしまいますか。いて。ギリギリ。ギリギリ。よし、いいですね。さてさて。もう入ってしまいますか。三日玉ね、多分ゴズメ来てくれ。あんなとこ、あんなとこ、そんなとこ。はい、よし。さて、あ、いいですね。だいぶ味方も入ってます。カット。うん、これでも完全に排除できましたね。だだだだだ。あんなとこに戦車。何？よし。さて、もうこれはもう。入ってしまいますか。お邪魔しまーす。ガッ。とととと、この爆弾は敵か。こういうところで、ま、うわ、めっちゃいるな。さて、ほい。こういうところで、ね、マゴマンをしててもしょうがないの。でと。よし、よし、いいですね、取れてる。よし、これで OK か。ごめん、味方あったさあ、もうどんどんね、味方の方に入っていただいて、ギャー。とと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 、ちょっと待って。あ、危ない。アサルトライフル持ちで、なんとか言えましたね。アサルトライフル持ちね。アサルトライフル持ちの人ってね、なんかね、最近思うんですけどね、本当に全てのキャンペーンでって言っていいかもしれないんですけど、本当ね、なんかアサルトライフル持ちの人ってかなりガンガン前に出てくるんですよね。まあ、アサル、な、なに？ギャー！ちょっと、ちょっと待て、なんだあれ。まあいいや、ね。アサルトライフル持ちの人がね、ぶっちゃけ、拠点防御の方とかにね、回られるとね、攻める側としては相当厄介なんですけど、防衛側でもね、アサルトライフル持ちの人って前に出てきてくれるので、まあ楽といえば楽なんですけどね。というわけで、いや、めっちゃいるな。とっ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 と。よし、めっちゃいるな。もうこんなに増えてんの。よし、いいですね。味方も入ってんのか。よし。あー、ダメか。うん。勝ちましたね。よしよし。というわけで、今回はね、少し、小さめな規模のイベントである、ビクトリー・イン・ヨーロッパ・デイの方を紹介しました。これね、さっきも言ったと思うんですけど、結構今回のタスクめんどくさいやつが多いので、ちょっと大変ですね。私ね、今週ちょっと予定がガン積み状態なんで、今回のイベントはまあそこまで参加できないんですけれども、もし時間に余裕がある方だったら頑張ってみてください。あと一応ですね、今回のタスクも、前回の、タスクイベント同様に、課金でね、このタスクの方を変えますから、うん、まあね、ちょっと時間がなくても金チケット欲しいっていう方は、まあそういう風に、まあ少額の課金を重ねてみて、まあ頑張ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは、月島でした。